ファイブはエスパを踏み潰したかったのか、アイリとエスパと同じにカムバさせました。普通は人気アイドル同士で競争したら、両ともいいことがないんで、お互いカムバが被らないように日程を調整するんですけど、エスパを踏み潰すのは、ハンフィディの長き念が、ファイブは避けることなく、アイリとエスパにぶつけちゃいました。結果は、案の定エスパの圧勝。アイリとエスパを踏み潰すことができなかったゆえに、エスパが注目されすぎて、アイリとのカムバはあまり話題に慣れてなかったんですね。それでアイリとのファンたちはファイブを恨んでたんですけど、問題はそんなエスパさえも、ブラックピンクのロゼにぶつかって、音源チャートで1位になることは失敗してしまいました。カムバのタイミングが間違ってたんですね。私はね、もともとはエスパが1位、アイリとは2位になると思って、エスパ VS アイリと、その結果はどうなったかについて話す予定だったんですけど、まさかここで、ロゼ VS エスパになるとは思わなかったんですね。それで動画の内容を変えるべきかなと悩んでたんですけど、ロゼが出したアパートは先行公開曲で、タイトル曲じゃないんで、エスパと比べるのは無理があるんですね。なんで、最初の予定通り、エスパ VS アイリと、その結果はどうなったかについて話してみようかなと思います。エスパは以前スーパーノヴァではメンバーたちがみんな超能力を使ってました。エスパはその超能力を日本デビュー曲、ホットメスでも使ってたんで、今回はその続きになるのかなと思ってたんですけど、なぜか今回は以前とは全然違うコンセプトでカムバしました。リプラッシュっていうのは、急に大きい衝撃が加わる時に使う言葉だそうなんですけど、例えば交通事故とかで、リプラッシュの首を触る振り付けは、交通事故によって大きい衝撃を受けた時の描写なんじゃないかと推測されてるんですね。アマゲットンは破壊される場面が多くて、最後は何も残らなかったんですけど、今回は何もない白い背景から始まって、何かを組み立てたり、撮影したりしてるんですね。動画を作る人のことを最近はクリエイターとも呼んでるんですけど、クリエイターって何かを作る人っていう意味なんで、これは世界が終わった後の想像してるという意味なのではないかと思います。つまりエスパの新しい世界観が始まりますよっていう意味だということなんですね。そしてアイリとのコンセプトが大きく変わりました。アイリとはマグネティックの時、こんな服やこんな服、そしてこんな服を着て活動してたんですけど、ハイブはこれをアイリとコアだと言って、友人図は大人たちの想像上の10代である反面、アイリとは大人たちが作った想像上の10代ではなく、未完全な今日を愛する少女だと言いました。そしてこれを聞いたファンたちは、ふざけんなと、現実の少女たちはこんな服着ないんだと、どう考えてもアイリとのコンセプトは、汚らわしい大人たちの妄想上の少女だと言って、アイリとの次のコンセプトは、ちゃんと現実の10代っぽく変わったんですね。ちなみにアイリとのメンバーたちは、普段ヒップホップ系の振り付けを練習してて、ガルクラッシュコンセプトでデビューすると思ってたらしいんですけど、マグネティックの衣装を見て、何かが間違ってると思ってたらしいですね。そしてやっと普通のコンセプトのチェリッシュでカムバすることができたアイリと、個人的にはこの曲ビプラッシュより好きでめちゃくちゃ聴いてるんですけど、ロゼのアパートとエスパのビプラッシュに話題性を奪われてしまったせいか、もしくはハイブの内部紛争によってハイブのアイドルに反感を持った人が増えたせいか、最初思ってたほどの成績は出せなかったんですね。それでは早速ビプラッシュとチェリッシュの成績を比べてみましょう。 YouTube の再生回数、10日でビプラッシュが約5000万回、チェリッシュが約2000万回再生されました。エスパの方が約 2.5 倍多いですね。次は音源チャート、メロニカンチャートを基準でビプラッシュが最高、チェリッシュが最高52位になりました。エスパの場合はロゼのせいで1位になれなかったし、アイリットの場合は強い相手が多いとはいえ、なぜか順位が低くて前のマグネティックよりも低いですね。次は初動販売量、ビプラッシュが約91万枚、チェリッシュが約38万枚売れました。エスパの場合は以前と比べてかなり減ってるんですけど、これはエスパだけの問題じゃなくて、最近半島チャートの集計方法が変わってから K-POP アイドル全員の初動販売量が減ってるんですね。そしてエスパの場合は中国での販売量がかなり多かったんですけど、最近中国ではそれに対してかなり強い規制がかかってるらしいんで、前みたいな売れ方はできなくなってるんですね。そしてアイリットの場合はマグネティックの時と比べてあまり販売量が増えてないように見えるんですけど、最近集計方法が変わって K-POP アイドルたちの販売量が全体的に減ったというのを考えると、今回のアイリットの場合は販売量が結構上がったと言っても過言ではないですね。音源チャットではあまり強くなかったアイリットだったんですけど、ファンダムを築くことに関しては成功してるということなんですね。この勢いが止まらず少しずつ成長していってほしいと思います。最近のエスパを見てプロデューサーって本当に大事なんだなって思ってます。昔のエスパは最も強い第4世代のガールズグループ、国境のうちの一つだったし、どっちかというと国境のうち最も弱い印象まであったんですけど、イースマンがいなくなってから急にバズってきて、今や最も強い第4世代のガリズグループになってるんですね。そんな中で第5世代のアイドルたちの人気が上がってるんですけど、次はどのグループがトップになるのか非常に楽しみなんですね。 K-POP ファンたちが楽しく遊べるホームページを作りました。その名はポーペン。ポーペンは概要欄もしくはコメント欄の URL から接続することができるし、 Google や Yahoo などでポーペンを検索することで接続することもできます。アイドルごとに部屋を作ってるんで、 Instagram や X で〇〇ペンと繋がりたいハッシュタグをつけなくても、ここで集まって遊ぶことができます。それでは皆さん、ポーペンで遊びましょう。